石川修太は、東京都品川区出身のプロ野球選手。宇藤右内。福岡ソフトバンクホークス所属。品川区立立合小学校2年生から、元芝早草で野球を始め、中学までは、水神ファイターズで、軟式野球をやっていた。都立総合高科校へ進学。3年春夏では、都8強入りの実績を残した。東東京大会4回戦。 高輪高等学校戦では5安打完封勝利を記録した。受験シーズンの頃は周囲から石川の実力ではレギュラー昇格が無理な大学もいくつかあると見られていた。そうか大学進学後は先輩の小川康弘が卒業した後から登板機会が増え4年秋に4勝無敗の活躍でリーグ優勝に貢献した。3学年後輩には田中正義がいた。 2013年の NPB 育成プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから一巡目で指名。育成選手として入団した。入団当初の背番号は138。2014年から2年間は右肩や右肘の故障が相次いだ影響で幹部のリハビリを優先。3軍戦での登板機会はあったものの2軍のウエスタンリーグ公式戦登板には 至らなかった。2016年、ウエスタンリーグ公式戦では、5月21日の対、阪神タイガー,アース戦で、初登板初勝利を挙げた。7月1日には支配下選手契約へ移行し、背番号を29に変更した。7月5日には、初めての出場選手登録を果たしたが、一軍公式戦への登板機会はなかった。 二軍公式戦においては9試合に登板し33回を投げ4勝0敗防御率3.00の成績を残した。2017年宮崎春季キャンプを主力選手中心の A 組で過ごすとオープン戦でも救援投手として高騰を続けたことから開幕1軍入りを果たした。A 組抜擢について当初は 田中の話相手として呼ばれたんじゃないですかねと自虐的に語っていた。4月4日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦7回表に4番手投手として一軍公式戦にデビュー。以降の試合でも中継ぎ投手として登板を重ねると5月16日の対オリックスバファローズ戦で初ホールドを記録した。セーパ交流戦の5月31日の対 中日ドラゴンズ戦で一軍公式戦初先発、初勝利を記録した。その後も先発で当番を重ねたが、チームの編成上、8月18日のオリックスバファローズ戦からは、再び中継ぎ投手として起用され、2勝を収める。ポストシーズンは、東北楽天ゴールデンイーグルスとの、クライマックスシリーズファイナルステージでは3試合に、当番し、10月21日の、 第4戦では、6回に1点ビハインドで登板。6回表1イニングを無安打無失点の好投で、締め、チームが6回裏に逆転し、勝利投手となる。横浜 DNA ベイス,スターズとの日本シリーズでは、4試合に、登板し、第2戦、第3戦では、それぞれ1イニングを投げ勝利投手となり、第1戦の千賀広次第から、日本シリーズ史上初の育成出身投手の3、 連勝で2年ぶりのチームの日本一奪還に貢献した。シーズンオフの12月18日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現年報500万円から2500万円アップの年報3000万円でサインした。500%のアップ率は2003年の和田武氏の433%をしのいで球団史上初の上げ幅となった。 2018年4月1日の対オリックス戦において2番手でのリリーフ登板で勝利投手となった。4月12日の対日本ハム戦では先発登板し7回無失点の高投で2勝目を挙げる。以降は8月上旬まで先発ローテーションの一角を2い16試合の登板で7勝をマークする。前年同様8月4日の対オリックス戦からは リリーフ起用に回り、ロングリリーフやワンポイントリリーフ、セットアッパーなど様々な局面で起用され、5勝と5つのホールドを挙げる。シーズントータルで42試合の登板で127回1、2を投げ、チーム最多勝帯の13勝6敗6ホールド、防御率3.60を記録した。ポストシーズンのクライマックスシリーズにおいては、 日本ハムとのファーストステージでは2試合に登板し、第3戦では2番手としてリリーフ登板し、勝利投手となる。西武とのファイナルステージでは、2試合に同じくリリーフで登板し、第5戦では3番手で1回1、3を投げて勝利を挙げ、チームの日本シリーズ進出に貢献する。広島東洋カープとの日本シリーズでは、第1戦に3番手として登板し、高騰するも、 右肘違和感を発症し、第3戦からベンチ入りメンバーから外れる。シーズンオフの12月19日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、3000万円から倍増の年俸6000万円プラス歴高払い、金額は推定でサインした。2019年1月19日に右足太ももの肉離れを起こしていたことがわかり、 宮崎春季キャンプは、リハビリ組からのスタートとなる。3月中旬には、シート打撃に登板するなど回復を見せていたが、4月3日、インフルエンザを発症。15日には、右ひいち痛を発症し、離脱を余儀なくされる。シーズン終盤の9月23日に行われた、対オリックス戦で、復帰登板を果たすが、上記の怪我の影響で2試合のみの登板となった。 ポストシーズンでは10月22日に行われた読売ジャイアンツとの日本シリーズ第3戦において2番手で登板し2回を無失点で勝ち投手になるなどチームの日本シリーズ3連覇に貢献した2020年8月1日の試合に先発し6回1死の場面でコーリー・スパンジェンバーグに偶然安打を打たれたが許した安打は この一本のみで最終回まで投げ抜き、プロ入り初完投、初完封を達成した。チームとしても、シーズン初完投、初完封だった。なお、この試合で、自身最多の13奪三振を記録した。10月31日の西武戦のペナントレース最終戦において、4回から2番手として、当番し3回無失点で、勝利投手となった。これにより、千賀広大。 枠井秀明と並ぶ11勝となり、初の最多勝利のタイトルを獲得した。なお、石川は規定投球回未到達での最多勝獲得となり、これは2005年の阪神タイガース下柳強が記録して以来15年ぶり3回目の記録となる。また、単独で初の最高勝率のタイトルも獲得した。3年ぶりのリーグ制覇に貢献した。 巨人との日本シリーズでは、第2戦に初めて先発し、失点はウィーラーに許した2ラン本塁打にとどめ、5回、1、3を4安打で投げ、先発投手としては、初めての勝利投手となった。4年連続の日本一にも貢献した。2021年、キャンプ中の2月19日に、工藤君康監督から、同年シーズンの開幕投手として指名されたことが、発表された。 エース戦が広次大と前年開幕投手の東浜巨がリハビリ組となり調整が遅れる中、前年の好成績を評価されたことによる抜擢で自身初の大役を務めることになった。育成出身選手の開幕投手は戦がの二度に続き NPB 史上二人目、三度目。開幕戦の3月26日のロッテ戦では7回を1失点にまとめるを見せ、 育成出身選手としては、史上初となる開幕戦での勝利投手となった。地下や東浜の出遅れに加え、高橋ややかさや俊介が、不調、ニック・マルティネスら外国人投手が、新型コロナウイルスの影響で来日が遅れ、先発投手陣が苦しい中、開幕から10先発で9度の QS を記録し、 防御率2.74と安定した投球を披露していたが3勝3敗と勝ち星に恵まれずその後4連敗を起死し中継ぎに配置転換された7月13日の対楽天戦で先発復帰したものの9月11日の対日本ハム戦では初回戦闘打者が今宮健太の失策で出塁したのを皮切りにご案だ三四球の大乱調で自己アーストとなる十失点 2.3回で降板した。最速時速 156km のストレートと大きく曲がるパワーカーブ、小さな変化のスライダーを投げる本格はみ牛で。パワーカーブは伊藤敏人のスライダーを参考にしたもので、魔球と称される武器となっている。投球間隔がとても短く、2018年の無双車時の平均投球間隔は9秒台前半だった。 チームメイトの柳田祐希、千賀広史大らと同様に、桃色クローバー Z のファン、いわゆる、モノノフである。試合用のグローブには、四つ用のクローバーの刺繍を、施している。推し面は、佐々木彩香であり、2020年には、石川専用の登場曲として、仕事城が制作され、翌年以降も、同様に、楽曲提供を受けている。なお、 小さい頃から世話になっている親戚から、福岡のとあるご当地アイドルの曲を、登場曲で流してほしいと頼まれた際には、断固拒否したというエピソードもある。シーズンオフにはライブに足を運んでおり、ツイッターで感想を述べるなどしている。ありがとうございます。